真珠の耳飾りの少女。真珠の耳飾りの少女。真珠のみ。見飾りの使用女。は、オランダの画家ヨハネス・フェルメール。ヨハンネス・フェルメールの絵画であり、彼の代表作の一つ。青いターバンの少女。ターバンを巻いた少女とも呼ばれ、オランダのデンハーグのマウリッツ・ハイソ美術館が所蔵する。口元に、かすかな笑みをたえるかのようにも見えるところから、北のモナリザ。 オランダのモナリザとも称される。制作されたのは1665年もしくは1666年と推定されている。フェルメールが33歳から34歳の頃で画家として安定した技量を発揮しつつあった時期であるが、異論がないわけではない。この少女のモデルをフェルメールの娘マーリアであるとして1670年代とする意見もあるが、 1670年代の彼の基本はこの絵と明らかに異なっているため可能性は低い。ただし本作の構図は極めて単純で少女の上半身が描かれているだけで他に年代を推定できるような物品や背景がなく後で述べるように少女の特徴であるターバンも全くのことの風俗でオランダ社会のファッションの移ろいとは無縁であるなど 時代から隔絶した趣向きが強く、1665年、または1666年という数字もあくまで推測の域を出ない。この絵画には、アイボミールという署名があるが、日付はない。注文を受けて描かれたのか、そうであれば、誰から注文を受けたのか、ということも不明である。その後、フェルメールは1675年に43歳で、 破産同然で死去したので、残された作品も競売にかけられるなどして散逸した。真珠の耳飾りの少女も、他の絵と共に1696年に競売された、目録が残っている。その後、1881年まで所有者は転々と、したが、フェルメールの貴重な作品が海外に流れるのを防ごうとしてきたビクトールド・ステュエル。 ビクター・デストヤーズの説得に応じたデトンブ。A ・デトンベは、1881年に、ハーグのオークションにてわずかにギルダー30セント、およそ1万円でこの絵を購入した。当時この絵は極めて汚れており、そうした低評価もやむを得なかった。デトンブには相続人がいなかったため、この絵を他の絵画と一緒に、マウリッツ・ハイソ美術館に寄贈し、以後ここに所蔵されている。 1882年には補修が行われ、1960年、1994年から96年にも補修されたが、1994年から2年間の修復は入念かつ徹底的に実施され、その結果、絵はフェルメールによって描かれた、当時の状況に火に近いものとなっている。現在取引されるなら、その価格は100億円とも150億円とも言われる。 ここに描かれている少女が誰かは興味深い問題で、様々な説がある。フェルメールの娘もありやとする意見もあるほか、彼の妻、恋人、あるいは、作者の、全くの創作などとも言われるが、フェルメールの家族や、知人の肖像画はなく、電気の類も残っていないので真相は不明である。描かれた少女が誰かはわからないが、これは、肖像画ではなく、トローニー。 という独自の様式に分類される。モデルなしに想像で描いたものか、実際に、モデル相手も、肖像画のようにその人物の地位や名声を表面に、押し出す必要がない。そのため画家が自由に描くことができるものである。下唇を明るく光らせ上唇の輪郭をぼかす、ことで若々しくみずみずしい質感が出されている。1994年からの補修によって、 少女の唇の左端、画面で見ると右端に白のハイライトがあること、また唇の中央部にも小さな白いハイライトがあるのも明らかになった。これらは唇の濡れた感じを示す効果がある。口元は少し開き加減で、干賞者には何かを言いたそうに見え、また微笑しているようにも感じられる。いずれも強い印象を与え、想像力を刺激される。 モナリザに例えられるゆえんである。現在では、イヤリングと言われる、ソーシン具。輪郭線は持ちず、光の反射だけで、直径2センチメートルはありそうな大粒の真珠を、写実的に描いている。反射は、斜め上から差し込む光による明瞭なものと、少女の服の白い襟に反射した光によるもの、ぼんやりしたものがあり、立体感を生み出している。 1994年の補修の結果、それまであった、もう一つの小さな反射と見えたものは、以前の補修に際して剥がれた絵の具が裏返しになって、画面についてしまったものだと判明した。フェルメールの作品の多くに言えることであるが、この作品の場合は特に色の数が少ない。背景の黒を除けば、黄色と青色が主要部分を占めている。木と青は、補色の関係にあり、 その対比は、際立って目立つ。従って少女が頭に巻いているターバンの鮮やかな青が強く印象に残る。この青は、西アジア原産のラピスラズリという宝石から作った非常に高価な絵の具を用いたものである。もともとこのターバンが、人々の目を引き、青いターバンの少女、ターバンを巻いた賞と呼ばれてきた。ターバンは、実際には、当時のヨーロッパでは、 一般的なファッションではなく、得意な衣装である。当時はトルコが強大な帝国を築いており、ヨーロッパをしばしば脅かした。しかし一方で、ヨーロッパ人にとって、トルコやアジアの文化は、異国情緒をそそる、憧れの対象でもあって、家具調度や服装などにトルコなどの物品や風俗が、用いられることも多かった。スイスの18世紀の画家ジャンエティエヌ・リオタールのパステル画に、 イギリスの貴婦人がトルコ風の衣装を着た様子を描いた作品がある世界の美術に西洋学習研究者196年本作の場合も異国趣味を意識したものであろうと考えられる一方でベアトリー・チェチェンチベアトリー・チェチェンチはイタリアの名門貴族の娘であったが悪逆非道の父を殺害したため斬首刑となったレーニの絵は彼女の処刑前夜を描いたと言われる 肩越しに振り向いた様子、ターバンを巻いている姿など、共通点が多い。描かれた少女は、体は横を向きながら、肩越しに顔をこちらに向けようとしている。これも見るものを引きつけ、様々な想像力をかき立てるため、本作の強い魅力となっている。これも、上記の肖像画と似通っている。1937年、収集家、アンドリュー・ウィリアム・メロンは、 この絵と非常によく似ており、フェルメールの作品と思われたものを、ワシントン DC のナショナルギャラリーに寄贈した。その絵は現在では岩作と考えられている。フェルメール研究の専門家、アーサー・ウィーロックは、1995年の論文で、テオファン・ベインガールデの手によるものと主張している。ベインガールデンは20世紀の画家で悪名高い岩作家であり、 さらに悪名高いハンファンメーヘレンの友人であった。ハンファンメイヘーヘレンは、オランダの画家で、フェルメールの絵画をいくつも偽造したことで有名。第二次世界大戦中に、ドイツの首脳、ゲーリング、ヒトラーの後継者とされていた大物軍人、政治家に贋作を売ったことから戦後に犯行が発覚。逮捕されたが、ナチの大物を騙したというので、刑は軽かった。小説。 真珠の耳飾りの少女がアール・ウィズ・エーパール・イヤリングはアメリカの作家トレイシー・シュバリエがこの絵から着想を得て描き上げたもの。この絵のモデルとなった少女とフェルメールの関係を描く。少女はフェルメール家の駒使いという設定になっている。フィクションであるがまるで実話のように描かれている。映画真珠の耳飾りの少女は上記の小説を2003年に映画化したもの。 アメリカイギリスルクセンブルクの合作。小説版とは結末が少し異なっている。監督はピーター・ウェーバー。フェルメール役はコリン・ファース。少女役はスカーレット・ヨハンソンが演じている。もともとフェルメールの絵は青いターバンの少女、ターバンをいた少女などと呼ばれてきたが、この映画のヒットにより真珠の耳飾りの少女の名が一般化した。 フェルメール美術手帳2012年6月号増刊。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。